一緒に踊っていただいた100人のダンサーの方々は、ケントさんとぜひ一緒に踊りたいと日本中から集まってくれた皆さんなんですよ。仲間でも知り合いでもチームでもないわけでしょ。はい、すげえなー。どれぐらい合わすんですか、稽古って。実は、今日入れて3日ですね。いやさ、ある程度の力がある方が100人集まるからやろ。いや、実はダンサーじゃない方が結構いて、はい、ダンスが好きで趣味でとか、あと専業主婦の方だったりとか、その医者の方だったりとか、本当職業も多種多様で、でも本当にダンスを愛してっていう、で僕自身本当にそれをこう皆さんに伝えたかったので、それがダンスの魅力だと思うし。そうやな、はい、見てて楽しい。そうですね、ワクワクする。すごい、はい、どうですか皆さん方、ちょっと良かったでしょ。つけてもらえませんから、高野さん良かったですよこれね。もうね、乗り出しちゃいましたよ。舞台社長、自分の想像を全部こう上回っていくようなパフォーマンスだったので、はい、もう感動しました。はい、ちっちゃい子供が踊ってるのびっくりしましたよね。スーツ着た男の子、ちっちゃいマイケルがいる。一番小さい子は5歳。5歳、お前すげえな。俺5歳の時君の田んぼハマって動けへんで泣いてたぞ。本当に偉い違いですね。いや本当素晴らしかったです。どうも本当ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。